皆さん、アンバサー、私です。今日は都内に来ているのであります。この近くで、都電の遺構が発掘されたと聞いたので、今日はそれを見に行くのであります。ではレッツラゴー。さすが大都会東京、都会は苦手な私ですが、たまには都内を徘徊してみるのも良きなものです。あ、いいですね。大きいですね。うお、めっちゃ人来てるじゃん。ここが都電の遺構が発掘された工事現場。10時から公開で今10時10分ぐらいだけど、すでに混んでる模様。お邪魔します。こんにちは。おお、もうレールがチラチラ見えてる。すげえ、レールと敷石ががっつり発掘されています。これは興奮する。神田川に架かる白鳥橋、護岸工事に伴う工事の最中、アスファルトめくったら出てきたんだって。1968年、昭和43年までここを都電が走行していたらしいです。てかこれすごいなーって思ったのが、東京都の工事してたら都電の遺構が見つかりました。橋は現在も工事中ですが特別に公開します。ちなみに無料です。てか見対応してるところよね。無料で見せてくれる東京都さん、アンバサー。この先も、昔は線路だったんだなーって考えると、なんだか不思議よね。ちょうどレールが突き出しているスポットだからか、人が集まってる。ここは私もちょっとタイミングを見計らって撮影させてもらいましょう。はい、いいっすね。今年は埼玉に保管されてる都電も見てきたんだけど、こんなのが以前は走っていたんだろうね。これ面白いのが、都電が撤去された時に、レールの上に、そのままアスファルトで舗装して、撤去工事の図面にも敷石とレールの記載がなかったって話、マジで発掘された遺跡みたいでバイブス上がった。当時の方々に残してくれてありがとうって言っとかないとね。まあ当時の工事をした人からしたら、50年後に、レールが出てきただけで、こんな騒ぎになるなんて思ってもみなかっただろうね。昔のレールの上には首都高、前にはナウイデザインのビル、マンダム。当時の写真も飾ってありました。当然だけど、今とは全然風景が違うわね。今日は、都電のレールが発掘されたから見に行ってきた動画でした。他にもこんな感じの見に行ってみた動画を出してるので、暇なら見ていってくれよな。それじゃあ、今日はこれでおしまいにしておくね。次回も暇なら、また見てね。それでは皆さん、アンバサー。